グジャラート語映画は、インドの映画のうちグジャラート語で制作された映画であり、グジャラート州に拠点を置く映画産業を指す。1932年の産業成立以来1000本以上の映画を制作したグジャラート語映画は、インド映画界における主要な言語映画の地位を確立している。1947年の独立以前までは12本しか制作されていなかったが、 1940年代後半から神話や民話を題材とした映画が急増した。1950年代から1960年代にかけて文学映画の制作が増え、1970年代にグジャラート州政府が免税と助成金制度を整備したため産業は発展したが、それに伴い品質の低下を招いた。2000年代には、 制作本数が20本を下回るほど産業が衰退したが、2005年に州政府が再び免税を実施し、2017年まで税制優遇措置が取られた。これにより、グジャラートゴ映画産業は2010年代に入り、回復基調に入った。グジャラートゴ映画ではドールを多用しているため、ボリウッドに倣い、ドリウッドの通称が名付けられた。また、 グジャラート州で制作されていることから、ゴリウッドの通称も用いられている。ガダノベルは上映禁止処分を受けた最初のインド映画である。サイレント映画の時代から、グジャラート人の文化に根ざしたグジャラート語映画が制作されており、この頃の監督やプロデューサー、俳優の大半は、グジャラート人やパールシーが占めていた。1913年から1931年に、 かけて、グジャラート人が所有する大手映画制作会社や映画スタジオが20社ほど存在しており、この時点で著名なグジャラート人監督が少なくとも44人存在していた。1919年公開のビル・ウィマングルは、グジャラート人のラストムジド・ティワーリーとチャンプシー・ユーデシーが監督、脚本を担当しているが、カルカッタの映画制作会社、 エルフィンストーンバイオスコープが制作しているため、ベンガル語映画とみなされている。同年、サチェットシンは、ビサミサディの編集長、ハジモハメドアルダーラーカシブジーの援助を得て、ボンベイに映画制作会社オリエンタルフィルム製造会社を設立した。同社は1920年に、ノルシンメイタを公開し、同作では、バイシュナバヤナ2が取り上げられ、劇場では関連シーンで、 観客や歌手がこの歌を歌ったという。初期のグジャラーと語映画プロデューサーのドーアルカーダンス、サンパットはラージコートを拠点に活動し、プロジェクターを購入してフィルムショーを開催し、後に SN パタンカールと共同で映画制作会社パタンカールフレンズカンパニーを設立した。同社はラジャースリアルを制作したが、フィルムのプリントに失敗したため公開されなかった。 1920年にパタンカールが監督したコック・デビニーでは、グジャラート発祥のガルバが登場し、初めてグジャラート文化を描いたインド映画となった。サンパットは1918年にコイノール映画会社も設立しており、同社は1920年にグジャラート文化を題材にしたサティパーバティを制作しており、ラージコートの女優プラバが主人公のパールバティを演じている。 1921年にカーン・ジバー・イラ・ソットが監督したバクタ・ビジャーは神話を題材としているが主演のサンパットが演じるビドラがガンディー・ボーを被りビドラの妻がグジャラートの歌を通して糸車に言及するなど政治色の強い作品だったためイギリス領インド帝国政府から上映禁止処分を受けた同作は1922年にドム・ビジェーとして公開されている 1928年には、インドラール・ヤーグニックが制作した、パバーガドヌー・パターンが公開された。ヤーグニックは、独立運動家でもあり、インド独立後には、ボンベイ州から、グジャラート保健を分離させるため、マハーグジャラート運動を、主導した。彼は、自身の映画制作会社ヤング、インディア・ピクチャーズで10本の映画を制作している。コインノール映画会社は、 神話映画が大半を占めていたサイレント時代に社会問題映画を含む数多くの映画を制作しており、1920年に公開されたカトラ・ブハーコンは同社最初の社会問題映画である。1924年にホーミー・マスタルが監督したマノラマはグジャラート人の詩人カラピの自伝的な詩、リディア・トリプヤティを原作としている。1924年にラソットが監督した ギュル・イー・ベイコバーリーは14週間のロングランを記録している。実験的映画の監督マニラル・ジョーシーはスターフィルムカンパニーの下で1922年にアビマンを制作した。彼は後にカナヤラール・カネクラール・ムン氏の同名小説を原作としたプリス・ビバラブを制作している。1924年にマネクラール・パテールはクリシュナ・フィルムカンパニーを設立し、 同社は1925年から1931年にかけて44本の映画を制作した。1925年には、マヤシャンカール・バットの資金提供を得て、シャルダ・フィルム・カンパニーが設立され、同社はボージュラル・デブとナヌバイデザイが経営した。マヤシャンカールは、ボリウッドの映画制作者、ダーダー・サー・ハバ・パール系のヒンドースタン・シネマ・フィルムズ・カンパニーにも出資している。 1931年2月4日、インド発のフルレングストーキ映画、アラムアラが公開される直前に、グジャラート語の短編トーキー映画、チャブチャベのミューラーボーが公開された。同作にはメインマンコドカーディが挿入されており、インド映画で最初の音楽とされている。監督は、マネクラル、セリフと歌詞は、ナトワールシャームが担当している。タイトルは英訳すると、チューチュー。 エス・マーマレードとなるが、ストーリーとは無関係とされている。その後、グジャラート語短編トーキー映画2本が、ヒンディー語トーキー映画と共に公開されている。インペリアルフィルムカンパニー制作のクリシュナ・スダマは、ネック・アバラと共に、ムンバイにセソニーは、シリン・ファー・ハットと共に1932年1月9日に公開された。この映画は、カルカッタのスタジオで制作され、 チャンプシーが、脚本、モハン、シャリファ、スラージラームが出演しており、グジャラート語の歌、ファッションに、フィシリ、ジュオ、ムンバイにセソニーが挿入されている。1932年4月9日、グジャラート語映画初のフルレングストーキー映画、ノルシンメイタが公開され、これをもって、グジャラート語映画産業の始まりとされている。同作は、ナヌバイビ・ールが監督。 サーガルムービートーンが脚本を務め、モハンラーラ、マルティラーを、マスタルマンハール、メータブが出演している。同作は、グジャラートで、聖人とされる詩人ナルシンメータの生涯を描いている。同年に、サビトリとサティアバンを描いたサティサビートリが公開され、1935年には、ホーミーマスタルが監督したコメディ映画、ガー・ジャマイが公開された。 群ン,ンダリは1927年から1948年にかけて3回制作された。1927年に成功を収めた同作は、チャンドラール・シャーによって1934年にリメイクされ、1948年にラティラル・プナタルによって再度リメイクされた。同作は、道徳的立場のために夫に嫌われている貧しいインド人女性を描いており、彼女は、 最終的に街に飛び出して、自分と同じようなのけもの扱いされている人々と出会う。映画はそこで終了するが、3作品はそれぞれ制作された時代を反映して、複数の改変がされている。1932年から1940年に、かけて12本のグジャラート語映画が制作されたが、1933年と1937年は、制作されなかった。 1941年から1946年の間は制作に必要な資材が第二次世界大戦の影響で配給制になっていたため制作されなかった。ガダのベルのポスター1947年にインド独立が実現した後、グジャラート語映画の制作本数が急増し、1948年だけで26本の映画が制作された。 1946年から1952年にかけて74本の映画が制作され、うち27本が神話やな恋とを題材としていた。これらの作品は、その題材に精通している地方の人々の心情に訴えかけるような作りになっており、大衆に広く伝わる神話、民話をもとに制作された。1946年に、 ビシュヌクマールイ・ビ,ビアスはラナカデビの伝説を題材にしたロニク TV を監督した。同作で主演デビューしたニルパロイはボリウッドに進出し、複数の映画で母親役を演じた。同年公開のメーラバイはヒンディー語映画のリメイク作品であり、ナヌバー・イーバットが監督、ニルパロイが主演を務めた。彼女は1948年公開のプナタルが 監督した、グンスンだりでも主演を務め、同年公開の、カーイバーでは、チャトルバー・ジ・ドーシーが監督を務め、ディナ・パタックが俳優デビューした。ドーシーは1949年に、ジャベル・チャンド・メーガニーの同名小説を原作とした、ビビジャルを監督している。1949年に、プナタルは、ランジット・スタジオ制作のヒンディー語映画、シャジをリメイクした。 マングルフィラを監督した。この時期にヒットしたグジャラート語映画は他に、ラームチャンドラ・タクールが監督した、バディロンナ・バンカ、プナタルが監督した、ガダ・ノーベル、シュニラル・マディアの小説を原作として、バラーブ・チョキシーが監督した、リール・リ・ダーティがあり、リール・リ・ダーティは、グジャラート語映画で、最初のカラー映画だった。1951年から1970年に、 かけて制作されたのは55本であり、制作本数は減少した。1956年にマンハール・ラスカプリが監督したマレラ・ジーブは、原作者のパンナラル・パテールが脚本を手掛けている。ラスカプリとチャンプシバー・アイ・ナグダは、ジョジェデスク・ヒューマン、カヒャガ・ロ・コンス、カニャダン、ムール・マニック、マレラ・ジーブ、カズ・マクロニー、メヘンディ・ラン・ラグヨ、ジョジェデスクマン、 アキャンド・ソバジヤ・バティ、カラッピーを制作している。アキャンド・ソバジヤ・バティは、インド映画財政公社から支援を得て制作された、最初のグジャラート語映画であり、アシャ・パレクが主演を務めた。1969年に、ラソットが監督した、カンクは、1936年にパテールが執筆し、1970年に、小説化された短編を原作としている。同作は、 第17回ナショナルフィルムアワードで最優秀、グジャラート語長編映画賞を受賞し、シカゴ国際映画祭では、女優のパル・ダビ・メイヘターが賞を受賞している。ボリウッドで活動する、グジャラート人俳優サンジー・ブック・マールは、ラマとラマで、ラム、カラッピー、ギガル、アネ・アミの3本のグジャラート語映画に出演しており、ギガル、アネ・アミは、チュニラル・バルドマンシャーの小説を原作としている。 グジャラート文学を原作とした映画として、ビドホタ、チュンダジチョカ、ガーディボディ、ナンダンブン、ガーニーショーバ、パネター、メアホフペレパー、バフローピ、ソンザーレラなどが挙げられる。1960年5月1日、マハーグジャラート運動が行われたことで、マドラス州から、グジャラート州とマハーラーシュトラ州が分離した。これにより、グジャラート語映画の制作拠点だったボンベイが、 アハーラーシュトラ州に編入されたため、グジャラートも映画産業は大きな影響を受けた。グジャラート州内には映画制作会社や映画スタジオがなかったため、グジャラート語映画の制作本数は減少し、その品質も著しく低下した。1970年代に入り、グジャラート州政府は映画産業活性化のため助成金制度と免税措置を発表し、これにより、 制作本数が急増することになった。1972年にバドーダラーに映画スタジオが設立され、1981年から1982年にかけて39本の映画が制作されており、州政府は合計8000万ルピーを映画産業振興費として支出した。また映画を完成させた映画制作者は30万ルピーの娯楽税が免除された。 一方、州政府の振興策、免税策が実施された結果、技術的、美術的知識が乏しいにもかかわらず女性金目当てに映画産業に参入する人々が大量に現れたため、映画の品質が大幅に劣化した。1973年以降に、神話やダコイトを題材にした映画が多数制作された。1980年に免税率が70%に、 引き下げられたが、残りの30%は、他の助成金制度によって賄われた。1981年までに、グジャラート語映画は368本の長編映画と3562本の短編映画が制作された。グジャラート語映画を宣伝するために設立された、グジャラート州映画開発公社は1998年に解散している。映画の品質は、 制作費の回収と利益追求を優先する業界体質や時代の変化、技術革新、人口の変化に適合できなかったため低下した。その結果、都市部の人々は高品質のヒンディー語映画やヒンディー語テレビ番組を選ぶようになり、低予算、低品質となったグジャラート語映画は、ヒンディー語を理解できない地方の農村部の人々が主な顧客となっていった。 グジャラート語で書かれた上映時間の案内版映画で多用される楽器ドールグジャラート語映画は2000年代初頭には年間制作本数が20本を下回るほど衰退していた。これに対し、グジャラート州政府は2005年に中央映画認証委員会から有認定、有 A 認定を受けたグジャラート語映画の娯楽税の全額免除及び A 認定を受けた映画の20%減税を 発表した。同時に、グジャラート語映画に対して50万ルーピーの助成金を支給することも発表した。2005年以降は、州政府の減税措置やグジャラート州北部の農村部、特にバナースカウンター圏での需要が伸びたことにより、制作本数が急増した。これは、同地域の労働者階級の人々が、現地の音楽や言語スタイルの映画を求めた結果で、あり。 これらの映画はシングルスクリーンで上映された。2009年と2010年には年間制作本数が60本を超え、2012年には72本の映画を制作している。2001年にジャッシュワンとガンガニが監督した秘典、クマール主演のマイヤーママナズナティラグトゥは大ヒットを記録し、2008年に続編が公開された。2005年公開の ギャムマピアリュ・ネイ・ギャムマササリュと2006年公開のマシー・チェロ・マナスもヒットを記録している。2008年にゴビンドバー・イッパ・テールが監督、リライアンス・ビッグ・ピクチャーズが制作を手掛けた、ドーリー・タロー・ドールバーグが公開された。ビクラム・タコールは2006年公開のイーク・バー・ピュ・ネイ・マルバー・ブリエーなど複数の映画で主演を務め、農村部の観客向けの6本の主演作は3000。 ルピーの収益を上げた。彼は複数のメディアで現代グジャラート語映画のスーパースターとみなされている。彼の他にチャンダン・ラソット、ヒトカノディア、マンタソニ、ローマ・マネク、モナティバが農村部の観客から人気を得ている。2008年にアシシカッカドが監督したベターハーフは工業的に失敗したが、批評家と都市部の観客からは注目を集めた。 同作は、スーパー16で撮影され、マルチプレックスで上映された、最初のグジャラート語映画となった。2009年に公開された、リートルジゾーは、スーニー・ターラ・プルワーラーが、監督、脚本を担当し、第56回ナショナルフィルムアワードで、家族福祉に関する最優秀映画賞を受賞した。デバン・パテールが主演を務めた、村チオナンバー1。 バネッチェンのバルゴドは巨額の制作費が投じられたが、工業収入は平均的な記録に止まった。2011年8月、グジャラート語映画は、トーキー映画の制作本数が1000本を超える節目を迎えた。2012年公開の、ビア・ハマージー・ソムノットにサクッとはアカデミー、外国語映画賞インド代表候補に選出された。2013年公開の、ザ・グッドロードは、 第60回ナショナルフィルムアワードで最優秀、グジャラート語長編映画賞を受賞し、アカデミー外国語映画賞のインド代表作品に選出された最初のグジャラート語映画となった。また、同年10月にヒューストンで開催されたインド映画祭で審査員、特別賞を受賞している。アビシエ・クジャインが監督したケビ・ライト・ジャッシュ、ベイ・アールは、共に工業的。 批評的な成功を収め、都市部の観客から支持を集めた。両作の成功は、グジャラート5映画産業に、新たな俳優、監督、プロデューサーなどの人材が参入する契機となり、これ以降制作本数が急増した。2015年公開の、グギバイ・ザグレート・チャハロ・ディーバスは、工業的な成功を収め、グジャラート5映画産業の年間工業収入は7000万。 ルピーから5億5千万ルピーに増加した。2014年の制作本数は65本、2015年の制作本数は68本となっており、グジャラート語映画を上映するスクリーン数も20から25スクリーンから150から160スクリーンに増加した。2013年8月、グジャラート州政府は50万ルピーの助成金制度の廃止を発表した。 2016年2月には映画の品質に重点を置いた新たな助成金制度が発表され、映画は技術面、制作クオリティ、フィルムの構成要素、工業成績に基づき、A から D までの4ランクに分類された。映画制作者には、それぞれ A ランクに50万ルピー、B ランクに25万ルピー、C ランクには10万ルピー、D ランクは5万ルピー、 または制作コストの75%が支給されることになった。また、映画祭での上映や映画賞にノミネート受賞した場合は追加のインセンティブを得られる。さらに州内のマルチプレックスは年間に最低49本のグジャラート語映画を上映することが義務付けられている。一方、長年続けられてきた娯楽税の免税制作は2017年7月に 商品サービス税が導入されたことで廃止された。グジャラート5映画産業は制作クオリティの向上、革新技術の利用増加、マーケティングの増加、若者向けの題材の採用増加など改善を続けて成長を維持している。2016年から2018年にかけて毎年50本から70本の映画が制作されており、ロングサイドラジュと DHH は それぞれ第64回ナショナルフィルムアワード第65回ナショナルフィルムアワードで最優秀グジャラート語長編映画賞を受賞した2018年8月にアメリカ合衆国ニュージャージー州で国際グジャラート語映画祭が初めて開催された2019年公開のチャール・ジー・ビラは3億2000万ルピーの興行成績を記録し グジャラート語映画歴代興行収入記録第一位の作品となった。グジャラート語映画のストーリーは人間の願望や家族文化などファミリー向けの題材が多く採用されている。初期の頃は神話や民間伝承を題材とした作品が大半を占めており、ナルシンメータやガンガサティなどの成人の生涯が映画化されている。これらの映画は神話や 民間伝承に精通している地方、農村部の観客をターゲットに制作された。また、初期の映画制作者は、社会の変革を題材とした映画を多数制作しており、グンスンダリやカーイバーが代表作に挙げられる。1940年代から1950年代にかけては、社会問題の他に、歴史や宗教を題材とした作品が主流となり、いくつかの映画は、 歌詞のオディークロのように、グジャラート語小説を原作としている。1970年代に入ると、神話映画が再び人気を集め、1980年代から1990年代にかけては、ヒンディー語映画の影響を受けたアクション映画や、恋愛映画が制作されるようになった。2000年代初頭は、地元の物語や言語映画を求める地方部の観客をターゲットに制作され、 2005年以降の産業復興期に入ると都市部の観客を主要ターゲットとした作品が制作されるようになった。近年はより観客の生活に関連した題材が制作されるようにっている。コメディ映画は安定した工業成績を維持しており、その他の題材を採用した作品の制作にも関心が向けられている。また、クジャラ・ート・ジン・ディアスポラを題材とした映画も、 制作されている。ホーミーマスタルチャンドラールシャーウペンドラトリベディケタン、メータービシェイクジャインアスラニキランクマルニルパロイヤシャ、パレクマリカサラバイビンドスーニータラーラプルワーラー1972年に、コービンドサライヤーが監督した、クンスンダリーのガーサンザーは、第20回ナショナルフィルムアワードで最優秀クジャラート、号長編映画賞を受賞している。1973年に、 フェローズ・エイ・サルカルが監督した、ジャニム・ティップは、アイ・シュワール・ペトリカールの小説を原作としており、1979年には、ビノ・ーディニ・ニル・カーントの短編小説、ダリアブ・ディルを原作としたカシノ、歌詞のオディ・クロが制作された。バーブ・バイ・ミストリーは1969年から1984年に、かけて12本の映画を監督し、ディネー・シュラバルは、メナ・ガージョリ、アマール・ディバイドス、 サンロハイドスなど26本のヒット作を監督している。俳優、監督として KK の通称で知られたクリシュナカーントは、カルバドフー、ガーサンザー、ビーゼモ、ジョグセンジューグなど12本の映画を監督し、観客や評価から高い評価を得た。KK は、グジャラート語映画の他に、ヒンディー語映画やベンガル語映画でも活動し、同様に高い評価を得ていた。メフルクマールは、 ジョナム・ジョナム・ナソキィ、マビーナ・スー・ノ・ソン・サール、ドーラマー、メル・メイランなどの映画を監督した。1971年にラビンドラ・デーブが監督した、ジェイスエル・トーラルは、グジャラート語映画史上最も成功した映画の一つに挙げられており、彼は25本以上のヒット作を監督している。1975年にチャンドラ・カーンとサンガには、グジャラート・ミンは、 タナとリリを原作としたミュージカル映画、タナリリを監督しており、1977年には、ハルジー・ラブジー・ダーマニの小説、ボンズリー・バブを原作とした、カーイバを監督した。1976年に、ギリッシュ・マヌ・カントが監督した、ソンバイに、シュンダジは、グジャラート語映画で、最初のシネマスコープ映画となり、1984年には、 ジャベルチャンドメーガニーの小説を原作とした、サライヤーの監督作、マンサイ・ナディーバが制作された。ツワーシュジェイシャーは、ローハイビニチュンダジ、プレム・ボンド・ホーン、オーンチ・メディナ・オーンチャ・モル、パーブ・ヘブニー・プリート、マヒー・セガーナ・モティなどのヒット作を監督した。1973年から1987年にかけて、アルンバットは、ヒンディー語映画の制作水準に見合った。 グジャラート語映画を複数制作している。彼は、モタガーニー・バフー、ローニー・サガーイのような都市をバックグラウンドとした映画、ペトリカールの小説を原作とした、パーキー・トッパン、シェトル・タラ・オーナパーニなどを監督し、いずれも商業的、批評的な成功を収めている。1980年代に監督した、プージャ・ナ・フルは、グジャラート州政府最優秀作品賞を受賞し、 トゥールダルシャンでテレビ放送された。1980年にケタンメータが監督したボブニー・ベバイは、インド国立映画開発公社、サンチャル映画共同組合及び、アーメダバードの地方銀行が制作に参加しており、民間劇場バーバリの要素が組み込まれている。同作は、キャストの演技とカメラワークが高く評価され、国民統合最優秀長編映,映画、ナルギス・ダット賞。 ナショナルフィルムアワード最優秀プロダクションデザイン賞を受賞した。1989年にパルベーズメルワンジが監督したパーシーは第37回ナショナルフィルムアワードで最優秀クジャラート5長編映画賞を受賞しており、1992年にサンジー・ブシャーが監督したフン・フン・シ・ハンシレルは当時の政治状況を風刺したグー映画であり、 ポストモダニズム的作品と評価されている。1998年にゴービンドバー・イ・パテールが監督したデッシュリジョヤ・ダダ・パーデッシュジョヤは2億2000万ルピーの工業収入を記録してグジャラート語映画史上最も工業的に成功した作品の一つとなり1500万人の観客動員数を記録した。1999年にビップル・アムルトラール・シャーが監督 プロデューサーを務めたダリア・チャハーは、批評家からは好評だったものの工業的に失敗しており、マンビーニ・ウェバイ、ウンチ・メディ・エヌエウンチャ・モル、パンダズ・リール・エヌイ・ラン・ラとは、工業的な成功を収めている。ウペンドラ・トリベディは、グジャラート語映画で最も成功した俳優、プロデューサーの一人に挙げられる。彼は1972年に、 マヌバー一般調理の同盟女子誌を原作とした、ジャー・ツー・パ・デ・ハン・ジャーニー・ジャーニを制作し、1993年には、パン・ナ・ラ・ール・パ・テールの同盟小説を原作とした、マンビニ・ベバイで監督、プロデューサー、主演を務めている。マンビニ・ベバイは、高い評価を得ており、第41回ナショナルフィルムアワードで最優秀、グジャラート5長編映画賞を受賞した。 彼の他に成功した人物として、アルビンド・トリベディ、マヘイシュクマール・カノディア、ナレーシュ・カノディア、ラジェンドラ・クマール、アスラニ、キラン・クマール、ヒテン・クマールが挙げられる。また、コメディ俳優として、ラメシュメータとプランラ・ール・ハルサニが知られており、著名なグジャラート女優には、マリカ・サラバイ、リタ・バドゥリ、アルナ・イラニ、ジャイシュリータ・タル・パード、ビンドゥ、アシャ・パレク、スネラータが挙げられる。 アビナシュ・ビアスは、168本のグジャラート語映画と61本のヒンディー語映画で作詞を手掛けた著名な作詞家である。彼の息子ガウラン・ビアスも、作詞家として活動しており、ボブニー・ベバイの作詞を手掛けている。マヘイシュ・ナレーシュは、タナリリなど、複数のグジャラート語映画で作詞を手掛け、アジート・トマールちゃんとも著名な作詞家として知られている。 グジャラート語映画は1932年から2011年の間に1000本の映画が制作されたが、大半の作品はアーカイブされていない。インド国立フィルムアーカイブには、ペスティニー、パーシーを含め20本のグジャラート語映画がアーカイブされている。1930年代から1940年代にかけて制作されたサイレント映画及び陶器ーー映画は現存していない。 ありがとうございます。